ということで、このようにですね、もうコインロッカーと一概に言ってもいろんな見え方とかいろんな魅力がありますんで、皆さん分かっていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、町浦ピンク的、おすすめコインロッカーベスト3の第2位でした。はい、OK です。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すごいですね、こんなとこに。そう、すいません、すいません、すいません。寒いですね。寒いですよね。ね、ええでしょ、これ200円っていうのが渋谷にしたら安い。そうですね。で、この同じ系列のコインロッカー、これ書いてますけど、上の駐車場にもありますみたいな、はい、もう全然良くないです。それは良くないですか。同じ系列やけど、第1位ですね。これを超える第1位を、じゃあ、いや、第2位と第1位の差結構あります。そうなんですか。見て分かると思います、多分。で、渋谷の駅前付近、駅前付近ですね。どこに3分どこにあるんで、1位行きますか。渋谷ロフトライン僕と松本さんの思い出の劇場なんです。そうなんですか。はい、なんかライブとかですか。ライブなんですけど懐かしい懐かしいですね。渋ロフ寄せっていうライブなんですけど、一人キュレーターがいて、その人がもう自分の好きな芸人を誘うみたいな。で、普通は芸人がキュレーターをやるんですけど、誘う側なんですけど、一回ディレクターの松本さんがキュレーターとなって好きな芸人をこう選んで出すみたいな。あれ2020年の11月だったんで、うん、1年とか、うん、去年、はい、それなんかたまたま僕にお声掛けいただいた時があって、で、好きな芸人さん呼んでいいよって言って、それでね、まああの声をかけていただいたということがあるんですけど、ライブには出てないんです。出てないんですか。ああ、でめっちゃ興味はあるけどちょっと厳しいんです。どういうことなんでですかって聞いたら、まあまあちょっと会いましょうやみたいな、俺って呼び出されたと思って呼び出しました。そう、はい、怖っ。怖いじゃないですか。一応なんかあるかなと思ってカメラ回して会いに行ったんですけど、でその時の模様も上映しちゃったんですよ、そのまま。もう懐かしい。あ、すいません。すいません。あ、すいません。ごめんなさい、ありがとうございます。いやいや、とんでもないです。今日すいません、ありがとうございます。とんでもないです、とんでもないです。昼の6時、申し訳ないです。すいません。昼6時です。何時間に。すいません、お忙しいところ、申し訳ないです。全然。ごめんなさい。立ち話もあれなんで、はい。はい。ちょっと家向かいがてら、ちょっと向かうとこも、あの、途中寄るとこもあるんですけど、あ、ですか。家の方向かってもいい。あ、わかりました。まあ、そんな遠くないんで。あ、わかりました。はい、全然全然大丈夫ですか。ご自宅いいですか。自宅、いいですか、差し支えないですか。あ、全然大丈夫です。あ、すいません、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ちょっと忙しいのにすいません。とんでもないです。本当に。この辺にお住まいなんですね。そうなんですよ、意外とね、渋谷からだいぶね、近いんですけど。ロフト9もだいぶ近くないですか、ここからだったら。あー、そうですね、5、6分かからないぐらいですかね。すいません、ほんま出れなくて申し訳ないです。いえ。なんかあれですか、スケジュール的な感じですかね。いやいや、スケジュールはあの全然その日空いてるんですけど。ここなんですよ。はい、ここ6分ちょっとすいません。すいません、あ、いえいえ、お待たせしました。 DVD パワーっていうレンタルビデオ屋さん、これは買いましたけど。あ、そうなんですか。レンタルもやってる。何階にあるんですか。ここ6階です。6階もなくないですか。はい、もう行きます。もう分からんな。あ、あの赤です、黄色の上の。黄色だけでええのにテンション上がるな。
まあごめんなさい、すいません。この辺なんですね、お家は。そうです、もうちょっと歩く感じです。はい、そんな遠くはないです。お一人暮らしなんですか？一人暮らしです、はい。あ、待って待って、違うんですよ、違う。あ、まだ渡らないでもいいですか？どういうことですか？あ、すいません、まだ渡、ちょっと待って待って。あ、ちょっと、あ、青で渡らないんですよ、すいません、ちょっと説明なくて。あ、今わかり、あ、いやいや、ちょっと中途半端やな。青で渡れるじゃないですか、もう青ですぐ、青にやったらすぐ渡ったらこれだけの距離やし、はい、渡りきれることがもう分かっちゃってるんで、はい、はい、あ、渡らないんですよ。で、チカチカの時に渡るぐらいです。チカチカで渡る方が何円を分からんな、すいません、はい、ごめんなさい、ちょっと言うの忘れて、はい、でも渡るために待ってるんですよね。はい、そうなんですけど、まあそのスッと渡れてどうするんだって感じです。なんでちょっとすいません、申し訳ないです。ここで今青になりましたけど、あ、まだ待ちます。はい、普通に渡れるでしょ。いや、渡ったらいいですよ、仮に。でもスッと渡ってどないするんですかっていう感じです。ちょっと待ってください。はい、ちょっとお任せします。はい、じゃあ、はい、今ですか？今行きますか？はい、行きます。はい、すいません、申し訳ないです、ややこしくて。これ今青だから渡りますか？いや、渡らないです、渡りきれるんで。僕渡っていいですか？あ、まあ、渡ってください。どうぞどうぞ。申し訳ないです。行きましょうか。大変でしょう、そのテレビのお仕事も。いえいえいえ、全然そんな。休みあります？休みはでも たまに、はい、あります。明確な休みですか、それは。明確な、そうですね、この日は丸ごと休みという日もあります、ね。ピンクさんは明確な休みあるんですか？いやいや、明確な休みも中途半端に何か入れちゃいます。なんよう分からんことにします。なんか無理やり打ち合わせしたりして、あ、まあ仕事でもあるじゃないですか、打ち合わせって。3時間ぐらいの打ち合わせ入れたら、なんよう分からん休みになるんで、そういうのにしてますね。ない、わからないですね、あれ。赤棒、はい、これ公園でね、ネタをボーっと考えたりね、これちょっとね、道中で見せたかった。これようわからんでしょう。このモニュメントというか、ようわからんな。ええー、なあ。ええー、というのはど、いや、なんや、ようわからんでしょ。わかんないです。いいでしょう。このわかんない感じが、そう。金銭に触れると言いますか。そうです。ちょっと、赤棒また来ました。ちょっとこのタイミングでの赤棒は反則です。わからんってなっててわからんのダブルパンチなんで。これ久々っす。耐えれます？相当やばいっすよ。異次元空間って感じで、分からんのと分からんのの間入るんですかっていう、もうやばいでしょっていうことですね。何
味はようわからんというのがなんかちょっと好きになってきてるっていう感じ。大好きですね。なんやようわからんもんはほんまゾクゾクします、見ると。なるほど。ちょっと体質変わっちゃったんですよね。なんかあったんですか。いやいやいや、特に何もないんですけど、じわじわそういう感じの体になってきて、なんかこううずくっちゅうか。あ、はい。これもね、これもね、はい、もう左足を地面から離して、はい、こう上げてしまうと進めるじゃないですか、はい、進めるじゃないですか、普通に進んでいくときにこうやるじゃないですか、はい、そうです、はい、階段登るときはそうですね、ちょっと面白ないんですよね、進めてまうって分かるじゃないですか、もうこれあとこうやりさえすればおもろないんですよ。で仮にこう行って、はい、行ってしまって、はい、戻ろうってなったらこうやったら戻れますやん、はい、おもろないんですよね。おもろない、うん、あ、進める戻れるって分かってるから、はい、結局それをわーっと考え出すと、はい、ここでも何もできへんようになってしまうんですよ。この状態で固まってしまうんですよ、それ思い出してスイッチ入ると。今はスイッチ入って入ってしまったんですよ、一瞬。これじゃあちょっと我慢して登ったらどうなるんですか。まあまあ、登ろう思ったら登れんすけどね。ちょっとだけ試しに。ちょっと怖いですけどね。だって、なんやようわからん方がええって知ってるから、わかるもんだってこれ。だって、これを繰り返していけば登れるもん。絶対上まで登れるわけなんで。いや、この状態の方が気持ちいいですね。この状態の方がいいですね。あ、本当ですか。はい。え、登った方がいいですか。はい。で、登りますね、じゃあ。もう大丈夫です。すいません。すいません。すいません。大丈夫ですか。やらなくていいですか。大丈夫です。すいません。すいません。いいですか。戻っていいですか。すいません。もうこのままで止まれればまたそれはそれで幸福なんですけど、これこのまま止まれていいですか。ないよ、わからん状態で。大丈夫です。すいません。もういいですか。ちょっと一息していきましょう。はい。ここでいつもこうやってやってらっしゃる。そうですね、ここでネタのことちょっと考えたり、考えたり、ここぼーっとしてたらね、いろんなこと思うんですよ。これは普通のお水なんですか。ラベルとかないですね。これですか。これは水じゃないです。水なんですけど、ちょっと混ぜて、混ぜて、はい、なんかようわからんもん混ぜて、ようわからんもん混ぜて、ようわからんもん混ぜてます。まあでもまあ言うてもあんまようわからんと思うんで、はい、聞いたことないものだと思います。 あの有害物質とかじゃないですよ、全然、はい。何本ぐらいあるんですか今ネタって。ネタはでも、まあ、パッとやれるのって言ったらね20本とかそんなもんだと思うんですけど、でも総数で言うと150やら200やら。一番気に入ってるネタとかあるんですか。ああ。でもやっぱ分かりやすいっていう意味ではアンパンマン、うん、やっぱ誰もが知ってるから、はいはい、ずらしやすいっていうのはあるっすけどね、はいはい、うん、でもまあテレビとか入るとやっぱちょっとアンパンマンは権利がとかね、はいはい、そういう問題あるんですよ。ライブだとアンパンマンは割とよくやるかなっていう、はいはい、鶴瓶さんのラジオでもやってました。あ、そうですね、鶴瓶さんが面白いって言ってくれはったのはアンパンマンでしたね。
手に持ってるやつ。いや全然わかんないです。何なんですかねこれ。なんかもらったんですよ。ファンの人に。でもすごいこの辺お近くなんですよねでもね。ちょっとだけ待ってもらえますか。ちょっと待ってもらえますか。すいません。ここで待ってればいいです。はい。そうです。すいません。すいません、申し訳ないです。申し訳ないです。行きましょう。すいません。さっきの公園の階段で無理して上がろうとしたんでちょっと深かったってちょっとその毒素みたいなのがちょっとバーッと抜いてました。すいません。それちょっと体になっちゃってるんで申し訳ないです。ちょっとご迷惑ばっかかけてますし、お忙しい時間来てるのにない時間に申し訳ないです。すいません僕のせいでなんか。いえいえ、あの申し訳ない、十分に僕のことを伝えれてなかったんで。いやいや、ちょっと、はい、ここまでとはなんか思ってなかったです。すいません。もうなんか今後もしなんかそういった感じのことがあればもう放っておいてもらえたらなと。すいません、なんかちゃんと理解できなくて申し訳ないです。いやいやいや、理解せえちゅう方が何やようわからんでしょう。どうぞ。お邪魔します。まあこんな感じです。あ、安いんすよ。あ、本当ですか。立地も良くてね、だって新鮮で 2DK で77,000。あ、そんな。ちょっと怖いんですけどね、ちょっとそういう。確かに安すぎるでしょ。はい。いやあのこれ、はい、ね、このこうやってやるじゃないですか、はい、これ、はいはい、万歳なんかね、はい、もうお手上げなんか、これ対局の意味でしょ、はい、万歳ともうお手上げってね、はい、どっちの意味なんかのないようわからんでしょ、これどっちや、これ落ち着くんすよ。おこの状態がないようわからんから。おどっちや思います、これえ万歳っすかね。万歳万歳っすかね。あなるほどなるほど。ちょっとお恥ずかしい話なんですけど、明日面接でバイトの、そのちょっと履歴書をちょっと書いてしまわなあかんくて、俺ももう、そうなんですよ。あんま取んない方がいいっすよね。ちょっとあんま取んない。あ、うわ、住所だけ書いてないんで全然多分大丈夫だと思います。学歴2000年3月と4月なんか行ったり来たりしてます。あ、すみませんなんか。あーいやちょっと気になって。あーいいんですよこれで。何時まで入れるっけな俺。16時まで大丈夫やな。何のバイトなんですかこれ。なんかあんまり調べきれてないんですけど、はい、なんか接客とキッチンはある感じ。接客とキッチンはある。はい、よく見た方がいいっすよね多分。そうですよ、 DVD ですよ。DVD よかったやつですね。あ、何すか、何も書いてないですか。何も書いてないです。だからそういうちゃんとしたところがやってんじゃないから、普通にパワーってとこですからね。まあそのツタヤとかにないやつがパワーにいっぱいあるんで、あ、来るかもしれないですね。
これはもう一番最初のパターン。お茶漬けですね、うん、F シリーズの最初。そうそうそう、お茶漬けだね。持ってる持ってる。他の作品、同じ系列の、ドーナツの中から、まあ、通してねんけど、それだけじゃないっていう、もっと複雑な問題が。これが好きな俺。まあここは、うん、もう誰もが好きなやつね、間違いないです、うん、でこっからがね、新しいやつ F705 茶漬け、うん、マグコ、そうです。そやろ、わからんなぁ。やっぱ何や、ようわからんものにこそ宿るものってあって、うん、なんか分かってるものには分かってるものしか宿らないんですよ。でも分からないもんっていうのは何が宿るか分からないんで、そこの可能性に本当にあのワクワクさせられてるって感じですね。俺より強いやつがおったっていう感じですね。ようわからんもん見ると強いなって思うっていうかね。なんやようわからんものにあえて分かってるもん足したりとかね、あえて分かってるもん足してよりわからんくなるっていう、はっきり分かりやすく言えばですよ、ヌベンドにね、ヌベンドに白ご飯かけてあげるんですよ、よりわからない、ヌベンドだけの状態よりもわからなくなるとかね、そういう裏技があったりするわけですよ、強くなるための。なるほど、俺より強いやついっぱいいます。うん、すごいぞこれ新シリーズ。いやちょっと楽しませてもらったな今回も。なんかお茶漬け冒頭でなんかいろいろありましたよね、うん、あ、そうですそうです。一応あのこの F シリーズの中の別の作品っていうか、あ、そうなんですね。そうです、それも全部持ってます。全部持ってます。 F701 と、はい、あと D シリーズ、まあさっきは載ってなかったけど、はい、D の456あたりにちょっと作品にしばかれるっていう感覚があるじゃないですか。それも味わったし、なんやようわからんの要素がいっぱい入ってて、なんやようわからん人が作ってる、わからへん誰が作ってるかっていう、誰が作ってるかもわかんないと思う。悔しいんですそれが。でも最高なことは間違いないわけね。ちょっと今からね、渋谷ロフト9、はい、行きましょうよ。あ、今からですか。今からです。え、なんでですかそれ。なんか下見ですかね。ピンクさん出られないですもんね。出ないです。どういう場所で当日行われるのかなっていうのを僕も見ない、行かない僕も見たいですね、やっぱり。でもピンクさんも何回か行ってますもんね、渋ロフ寄席。ああ、行ってますよ。なんで行くのか、よかった。あ、でもまあ下見しといた方がいいんじゃないですか。まあそうっす、ね、もうあと1週間ぐらいでしょ。そうっすね、はい、
町村です。おはようございます。奥いいですか。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。こちらもないのかな。完全勝利。はい。決まりました。ここがね、こっちがカフェスペースになってて、向こうが当日やるところですもんね。そうですね、シブロフ寄せ。ええー、場所やわ、ほんまに。ほんまええ場所。そうなんです。あのライブとか関係なくてもここのカフェスペースとしてちょっと、うまっ。期待してない部分が美味しいです。あ、この水、はい、どうやったらようわからんくなると思う。どうやったらようわからんくなるか、うん、全然なるよ。一手二手で、例えば、とかね、これだけでよう分かるでしょ。誰かもわからん、何をしに来たのかもわからんし、でグラス前で失速の一休みなのか、でもこれも確定じゃないし、何やようかな。なるほど。そうそう、ガイタレのこういうスーツスタイルも好きやから。そうか、うん、なんか赤い丸ついてますか、ね、あ、これ、はい、これ何よう分からんから、とりあえず何よう分からんもんや、赤丸つけるようにします。あ、まあ、これなんか分かりやすい、なんでこの口やねんっていう、ちょっとなんかびっくりしてね、なんか見てね。人気アドレスなんかね、これよう出てくる。人気アドレス、アドレスってこと。アドレスってE メールとかのアドレスじゃないですか、はい、なんかあるんですよ、この人らの中のアドレスということもいっぱい出てくる。それがもうね、何やろうか調べないですけど、何やろうからへんままのがええから、とりあえず何やろうからもうに丸つけていって、バーっとで、その中にたまたまその商品、ファッションアイテムみたいなのがあったら絶対に買うようにしてます。さっきのオレンジのやつとかあれはもうまんまそう買いました。はい、老舗のおじいちゃんおばあちゃんがやってるような喫茶店を入れやすい、そういう入れ知恵をね。なるほど。ちょっと入れてきます。すいません、先ほどピンクさん頼まれた料理って、はい、あれ何ですか。あれなんや、よう分かりません。ピンクさん、トイレ行ってきます。
当日18日でしたっけ、渋ろ付与せば18日、あ、そうだそうだ、こんな感じだ、結構久しぶりなんですよ。あ、そうなんです。はい、うわー、いいなー、これも洒落てんねん、ロフトナインいうのもね、黒でバーンと、ええー、なー、で芸人がこっちで見たりするんですよ。ええー、ですねー、どうもー言ってね、どうもーマチュラミングです、よろしくお願いしますってこっちから出てくる派とこっちから出てくる派がいるんですけどね。だから漫才なんかこう両側からどうもってこう三八を挟む感じで出てくる人もいます。俺なんか何回かここ出させてもうたけど毎回受けましたよ。じゃあ相性のいい、そうそう、そういう意味でもいい思い出が詰まってて大好きな劇場なんです。最高ですよね。メンバーやなぁ。小田上田も出るじゃないですか。はい、出ます。 W、 あ、そうですね、決勝も進んでます。すげえ。あ、ガロインさんも一緒、あのアリジェネで一緒のくくりで出しても、あ、村村田村とこいつがこいつ全部食われたんすよ。めちゃめちゃいいメンバーやなぁ。なぁ、出てはもらえない、出ないっす。面白い、分かりきってる。かなりヤバいでしょ。ヤバいって言ってキモすぎるいや、ほんまにキモい。俺もやっぱ自分自身で不思議でしたもんね。青信号普通に渡ってますよ。いや、ほんまありえへんよね、それ。今はだから、まあ、割と良くなったっていうか。いやいや、全然全然今は治ったんですか。うん、だからおかしいな、あの時の自分はって思えるほどなんで、ほんまに。階段も普通に登れて。登れ、もちろんもちろん、その階段いっぱいありますから。どうやってその1年で変わったんですか。いや、それもね、ほんまにスーッと悪の部分が抜けていった感じ。スーッと、ほんまにもう怖いっすいや、変わりよう。いやー、迷惑かけた、あれは申し訳ない。行きましょうか。第1位いいっすよ、第1位は。第1位どっちですか。駅の方ですか。駅の方行きますか。 こっちから行きます。うん、気になります。でっかいですか、第1位の方は。いや、大きさはそんなにないですか。ピンクさんは？ピンクさんいないですよ。ピンクさん？どういった？なっちゃってます。ピンクさんなっちゃってます。Thank you.
チャンネル登録、道場破り、よろしくお願いいたします。いや、高評価のこと道場破りって言ってんじゃねえよ。